こんにちは。朝日塾小学校6年生の海が大好きなゆきです。海はすごく大きくて綺麗なので、見ていたら心が落ち着くので大好きです。さらに悩んでいる時に海へ行くと、こんなに広い海に比べたら私の悩みなんてちっぽけなものだなぁと前向きになれるからです。しかし今、海の向こうで戦争が起きています。これはちっぽけな悩みではありません。私はとても悲しいです。一刻でも早く平和が戻ってほしいです。私が思う平和は、世界中の人がおいしいご飯を食べられて、夜暖かい布団で眠れて、家族で団らんできること、お友達と遊んだり喧嘩したり仲直りできることもある。今私たちが当たり前のように送っているこの日常こそが最高の平和だと思います。そして少しでも早く平和が戻るように、私は世界中の人と海に飛び込んで遊ぶことを提案します。海に飛び込むのはとっても気持ちがいいです。海は心が落ち着く上に清々しい気持ちになるので、遊んでいるうちに戦争やいじめなどの悪い気持ちがどこかに飛んでいくはずです。私は海で平和が来ることを願っています。最後まで見ていただきありがとうございました。